どうも。本日はフレンチトーストを作ります。あ、一応晩飯ですこれ。甘いものであれど晩飯なのです。以前に一度だけケーキが晩飯になったこともありまして。まあそんな話は置いといて、さっさと作りましょう。食パン2枚を4等分したら、浸すための卵液作りです。茎の分量通りに配合していきます。ちなみに蜂蜜やバニラエッセンスなどは使いません。あまりくどい甘さは苦手なのでほどほどにします。そして白身を切りながらしっかり混ぜます。混ぜ終わったら食パンを浸して少し放置。両面を浸した状態がこちら。ちょっと染み込み具合が足りませんが気にしません。それでは焼いていきます。バターを溶かし、食パンを並べていきます。さすがに全部入れたら窮屈ですね。ここでひっくり返します。焼きムラが目立ちますがこれも気にしません。裏面もいい感じに焼けたのでさらに移します。部屋中に香ばしい匂いが充満しております。失礼ながら手づかみでいただきます。甘い。やっぱシンプルな甘さがいいですね。カリカリとトロトロのバランスもちょうどいいです。今回この動画は番外編として撮影しています。今まで作った料理はほとんどご飯のお供でしたからね。たまにはおやつ系統も作ってみようと思います。では、今回もご視聴ありがとうございました。